全ての答えはブリッジにあるようだ。今日負けるなよ。俺も共に行く。ルガール様、装置は用意できています。この体に流れる墓地の血をエネルギーと融合させる方法さえ分かればよい。この私がついに世界最強となるのだ。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先八血衆、三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。この証拠さえあれば、ついに奴を逮捕できる。船内の監視カメラを全て起動させろ。クラーク、今すぐ本部に連絡だ。応援を要請してくれ。こいつらは私に倒された世界中のゴミクズどもだ。イカれてる。国章で KOF 参加者の理性を奪い殺し合わせたのもこのためか。これを作るためだったのか。いやいやいや、それは私の好みじゃない。私は自らの力で殺す。死ぬがいい。レッドケン。Yeah!
我に切れ、これが強者の気の力か。あんなのただの悪趣味をやった。何が強いもんか。構造構造になれば、そんな憎まれ口も叩けなくなるぞ。カイザー、ハイデル、舐めた真似をしてくれるじゃないか。しかし私のカイザーウェイブを弾くとは偉いぞ。褒めてやる。私は貴様を倒すことだけを考えて生きてきた。お前ごときそれができるかな。せめてもの情け、それぞれの技で引導を渡してやろう。まずお前から。はい、次は。最後は三種の神、草薙流の継承者、天才格闘家。残りは俺だけだ。もったいつけんな悪趣味親父。小僧めが、死に際に来たまで生意気な。課長戦へ。覚めるとは。どうやら国章はお前たちの力を奪いきれなかったようだな。何しに来たんだこのバカ。バカだと？お前があのおっさんにやられてるって聞いてわざわざ助けに来たんだろうが。大きなお世話だ。まったく無駄口の多いやつばかりだな。まとめて死ね。ラルフたちは1階の甲板で待ってる。もうすぐ応援も来るってさ。うん、悪趣味なだけかと思ったら意外と強かったな。けどここ瓦礫の山だな。一人も逃がすものか。
私は負けるはずがない。我が大大の命の血と融合するのだ。最強の体を器に無限の力を呼び覚ませ。早く止めなきゃ。これが不死不滅というものなのか。みんな逃げろ。さすがにやばい。私を止められる者はもういない。誰だ。越拒绝越强烈越迫切，交付你全世界。